Yo les bros, c'est JB, c'est parti pour notre dose quotidienne de Star Ocean 5. Fidèle, on compte sur toi. Allons-y! Ah oui, ça a fait boum. Yokatta, minna bushi de. Shikashi, tegakari mo hakai sarete shimatta. Zenbu moechatta. 結局、あの研究所は何だったの？資料の解析が済んでいないので、推測になってしまうんだが、あそこはクロノスという勢力の研究所だろう。クロノス？そうだ。話は長くなるから、医務室へ向かいながら説明しよう。Ah, ma pauvre barre, quoi.Ah, mais j'avais pas vu, il y a des magasins. Ah oui! Ah, il faudra qu'on jette un coup d'œil. Genre, vous allez me revendre des berries et tout, cool. Merci. Deck 12, Chic Bay. Nous sommes les membres de la Ginga Rempo, qui est venu de la Kanata de l'Ouest.嘘みたいだけど、今体験していることを考えたら信じるしかない。夜空を見上げたら星が見えるだろう。あの星の一つから我々は来た。クロノスの連中も我々とは別の星からやってきた。君たちの住んでいる土地だって星の一つなんだ。フェイクリード4号星というのがこの星の名です。銀河連邦とクロノスはお互いの領域とその間にある中立領域に近づかないという不可侵協定を結んでいた。それが破られた。クロノスがフェイクリード4号星に潜入しているという情報を得たんです。そこで捜査に来てみたらこのざまだ。あなたたちとクロノスの関係は分かりました。でもそれとリリアにどんな関係が？モチビちゃんはあそこの施設に住んでいた。リリアさんはクロノスの研究の実験体だったのでしょう。アンヌ。出過ぎた発言でした。実験体。鍵はリリアの注意か。もはや家出少女を家に届けるというレベルの問題じゃなくなっている。Ah bah tiens, Mickey, elle est là-bas. Mickey! Watashi no sei de onee-chan ni kega sasechatte. Gomen nasai. Koyu toki wa gomen nasai janakute arigato tte iun da yo. Arigato. Dou itashimashite?よかった。フィデルにエマーソンさんとアンヌさんが助けてくれたんだ。二人がいなければ助けられなかった。ここの人たちにも聞きました。本当にありがとうございました。巻き込んでしまったのはこちらの方だ。折り入って話がある。我々がリリアを預かろうと思う。ちょっと、いきなり何言ってるんですか？オチビちゃんを追っているのはクロノスという組織だ。クロノスと我々の関係は後でフィデルに聞いてほしい。だからどうしたって言うんですか？奴らのしつこさは君も知っているだろう。リリアは奴らにとってそれほど重要なんだ。奪還を失敗し続けている以上、より強硬な手段に出てくるだろう。だけどクロノスの技術力は私たちに近い。彼らが手段を選ばない以上、あなた方だけでリリアさんを守ることはもはや困難です。我々ならそれができます。あなた方の国も攻撃にさらされることはなくなるはずです。私残る。リリア、お任せしていいんですね。約束しよう。
よろしくお願いします。地上に送ろう。あ、non, c'est abusé. Oh, j'aurais tellement dû l'utiliser avant pour réussir toutes mes quêtes sans me déplacer. あなたとの出会いに感謝します。いろいろとお世話になりました。私の研究でいつか君たちに追いついてみせる。Vas-y, Fior. Enfonce-les. リリアのことよろしくお願いします。ああ。君たちも元気で。幸運を。On n'a même pas profité des magasins. リリア。Oh, c'est naze. 元気でね。ミッキー。幸せになるんだぞ。フィデル。バイバイ、リリア。バイバイ。バイバイ。ミキー。フィデル。フィデル、フィオ、エメルソン、アン。Mais j'ai plus personne alors. Je vais jouer Relia. Oh, je vais jouer Relia.ここには来ちゃダメです。艦長、センサーが不自然なエネルギー振動を捉えました。自然現象ではなく、何らかの機械的活動によるエネルギー振動である確率が 87.32% です。何だと思う？クロノスの透明偽装でしょうか？おい、スティレイ・メルソンアベクサトゥニュー。通常エンジンですぐ軌道から離脱。同時にシールドを上げろ。レッドアラートだ。なんせキャークか。2分の1で軌道から離脱します。防御シールド、オムニ設定で 80% まで上げます。現在 30%。 全艦、戦闘開始だ。スクリーンを戦術モードに。右舷方向だ。機関全速、シールド効率を 100% 上げろ。右舷避難、シールド効率は 97% を維持しています。敵艦の魚雷の装填を確認。アンヌ、魚雷に関する情報は？あ、j'avais pas connu アンヌ。エノーム340、エクソンティベレ。0から90の45へ左舷につけるぞ。現在観測 0.87、 フェイクリード5号星まで3分の距離です。敵艦が魚雷を8発発射しました。コース360へ進んでいます。敵2番艦がコース50、マーク270の方向に向けて8発発射。エイジアンタクティクスか。クロノスに艦隊戦を熟知している奴がいるようだ。敵艦よりフェイズキャノンが発射されました。右舷135の方向からフェイズキャノン避難。シールド効率 94% です。魚雷の1発や2発は覚悟が必要か。あちらさんの魚雷がそれほどのものでないことを祈るのみだな。陽子魚雷4発装填。1番は低速モードで敵機関の魚雷8発のコース、2番も低速モードで2番艦の魚雷コースで設定。設定完了。よし、1番2番発射。1番2番発射。敵魚雷まであと5秒。3 2 1 0。敵魚雷計10発残存。想定より多い。なかなかいいプログラミングじゃないか。着弾まであと5秒。3 2 1。総員衝撃に備えろ。被害報告。敵魚雷2発避難。シールド効率 57% まで低下しています。ワープドライブは使用可能。2発、たった2発でこれか。領艦赤城は魚雷をかわしました。ニミッツは1発被弾。シールド効率 34% に低下。ワープドライブ損傷により推進には通常エンジンしか使えない状態です。敵は戦闘艦級が3隻。どんなに高性能、こちらは探査戦闘艦。話にならない。敵機関から通信です。通信に答える前にワープドライブをシャットダウン。艦長、本気ですか？早くしろ。了解。ワープドライブ緊急シャットダウン。シールド効率 5% です。よし、通信をスクリーンに。クロノス宇宙軍所属、ダリボロス艦長、アーロンだ。銀河連邦所属、チャールズ・ディ・ゴール艦長のケニーだ。ケニー？銀河連邦の名門一族とお会いできるとは光栄の極み。名ばかり大きいと敗北の言い訳もさぞかし大変だろう。これバター。ご心配痛みる。
我々の要求は分かっているな。応じよう。艦長、その代わりに条件を聞いてくれ。なんだ。今我々はこの船を含む2隻が先ほどの攻撃でワープドライブを損傷し航行不能だ。まだワープドライブの生きている船で全員をこの宙域から脱出させてくれ。確認しろ。敵1番艦3番艦のワープドライブが沈黙。2番艦と3番艦に関しては許可しよう。お前の船の乗組員には残ってもらう。分かった。それで受け渡しはどうする？お前たちから我々の船に転送してもらおう。ではこちらから転送距離まで移動する。いや、我々から移動する。シールドを下ろして待って。Oh, il est trop malin. Comment il va les détruire? Non, non, mais en fait, vous allez pas comprendre. チャールズ・D・ゴールの乗員は？我々は脱出ポットで5号船に降りる。後で救出に来てくれ。敵艦ダリボロス含む3艦が本艦に向かって4分の1速で移動を開始。転送可能距離まで10分47秒です。全艦へ通信回線を開け。開きます。どうぞ。全艦へ通達。これから全ての乗員は近くの脱出ポットに乗り退艦の準備をしてくれ。ただし射出は合図あるまで待機。以上だ。艦長、まさか。気づくのが遅い。ワープドライブを落とした時に。Mais bien sûr. アンヌ。これしかないんだ。やってくれるな。アンヌとドラクロワ以外のクルーは脱出スポットへ。コンピューター、セルフデストラクトシーケンスを。Attends, c'est qui de la croix? C'est qui ce de la croix? Ah, d'accord, c'est mon bras droit. Ok, pas de soucis, mec. De la croix, ravi de te rencontrer.説明はいい。銀河連邦所属エマーソン・ T ・ケニー、階級大佐。認証しました。銀河連邦所属ティファン・ドラクロワ、階級少佐。え、レリュートナン・コマドン。認証しました。Le mec rigole pas quoi。本当にやるんですね。ただでさえ未開惑星保護条約を破っているのに、これも重罪ですよ。Mais on s'en fout. C'est la seule solution, meuf.銀河連邦所属アンヌ・ペトリシアに、階級注意。認証しました。セルフデストラクトシーケンスが設定可能です。12分をサイレントカウントダウン。ワープドライブオーバーロードシーケンスで、シーケンスコードはアルファ、タンゴ、キューベック、ズール4915。爆発はこの方向で。設定完了。合図で開始します。解除には解除コードが必要となります。開始だ。ホイ・メルソン、セアン・ウーフ。ドラクロは脱出ポットへ。アンヌはオチビちゃんを連れて私と一緒に来てくれ。了解。 T'inquiète pas, Aurélien. みんなを頼んだぜ。 Si Emerson est là. ご分を。Ok, donc apparemment Emerson n'utilise plus son arbalète, c'est un flingue apparemment qu'il a dans la main. Et donc je suis Relia. Oh là 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 là. C'est Relia-chan qui court dans le vaisseau. Pa 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 pa. Touk touk. Bonjour. Deck 1, Cargo Bay. Mazwa, tensor no timing ni awasete, dashitsu potto o shashitsu suru. Sono naka ni.一機だけシャトルを紛れさせるんだ。ポッドとシャトルの射出方向はクロノス艦に対して180度で頼む。はい。次にダリボロスに転送するふりをしてリリアと我々をそのシャトルに転送するんだ。高速移動体への転送不可能です。うわ、転送されるタイミングでシャトルに急制度をかけて転送可能なスピードまで速度を落とすんだ。その後加速すれば脱出可能だろう。理論上は可能ですが。理論上可能ってことは、
君のプログラミング次第で実現できるってことだ。頼んだぞ。なんとかできそうです。やってみます。やってみますじゃない。やるんだ。速度が速すぎれば宇宙へ生身で転送。速度を落としすぎればワープドライブオーバーロードで敵艦と一緒に殲滅だ。一体奇跡がいくつ必要なんでしょう。そうか。我々にとっては奇跡と呼ぶほどのものじゃないだろう。Oh là là, ce plan de malade. On y va, Emerson ? Ah non, on reste là. Oh, elle était tellement rapide. Bon, j'imagine qu'il va y avoir du fight jusqu'au téléporteur.Bah non, y'a pas de raison, les mecs ils sont pas TP donc. Oh, c'est tendu! Ouf! Ok. C'est de plus en plus chaud.実際の座標はシャトルの中にだ。分かっています。On y va? On y va, monsieur? Oh, elle court à une vitesse, elle va plus vite que Fidèle, j'ai l'impression. Oh là là, je suis trop content. Mais en même temps, c'est tellement chaud, quoi. On a que Emerson et Anne pour nous aider.On va sauvegarder. On va soigner. On est bien tout seul, hein, ouais. Galiboros, から通信です。つないでくれ。準備はできたかね、ケニー艦長。本艦は安全転送距離の3万キロの位置に着いたぞ。転送を開始してもらおう。ああ、分かった。ただ転送のためのエネルギーが不足している。ワープドライブ起動の許可をもらいたい。仕方ない、シールドは上げるなよ。Il s'est fait avoir. Le mec s'est fait rouler. ワープドライブの起動と転送座標を確認した。さあ実験隊を送るんだ。分かった、20秒後に転送する。アロン艦長、チャールズ・ディーゴールから脱出ポットが射出されています。なんだ、何が起こっている。貴様何を企んでいる。おい答えろケニー、何をした。将軍閣下。Mais vite, faut accélérer là, faut se barrer direct. Oh, ces sièges. Warp 1.1 de Fake Lead 4号線へ向かう。Voilà, l'explosion. Le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle.今こうしていられるのは艦長のご判断のおかげです。せめて安らかに。艦長、シャトルの透明偽装処理完了しました。ああ、了解した。エマーソンより赤城、聞こえるか。
こちら赤城です。よかった、無事だったようだな。大佐もご無事で、現在本艦は第五新宇宙基地へ向けて順調に航行中です。それは何より。今は空間通信の出力が十分でないため、すぐに通信圏内を出ます。要件を先に。すでに第五新宇宙基地へは救援艦をリクエストしております。数日以内には到着するはずです。ついでにあれを送るよう司令部に要請してくれ。あれってまさか G ですか？まだ一度もテストすら行っていませんよ。無理です。それでもだ。一応掛け合ってはみます。それと大事なことがもう一つあるんですが。通信圏外か。なんで大事なことならもっと早く言わないんだ。艦長の要求がなければいけたでしょう。聞けなかったものを気にしていても仕方ない。第五新宇宙基地からの救援が来るまで身を隠していよう。了解。しまった、おじゅうちゃん。まさか転送転送マーカーを見落とすとは、なんて初歩的なミス。自分としたことが。三隻の中にシールドが間に合った船があったんだな。ダリボロス以外の船は緊急事態に備えてシールドを上げていたのかもしれません。ブリッジではなかったとはいえ、もう少し細かく確認すべきでした。とはいえ、ワープドライブオーバーロードのダメージは小さくないはずです。しばらくはこの中域からワープアウトできないでしょう。だとしても船がなければどうしようもない。